チャンピオンの今里、4度目の防衛戦になります。10戦10勝負けなし。今日はジャッジが中森さんと島川さん、そしてレフェリーが内田正勝さんです。10回戦です。これから両選手がリングの中央に集まって注意を受けます。ということで、はい、注意が与えられましたが、楽しみですね、この試合は、ね、いやもう本当です ね、はい、これはもう黙って見てた方がいいんじゃないですか、はいはい、どうしましょうか、こちらにね、はい、さあ第1ラウンド、ゴングが鳴りました。白いトランクスがチャンピオンの今里、そして濃紺のトランクスに縦のラインが入っております。これが挑戦者の高橋直人、19歳、身長は今里が167センチ、高橋が168センチ、ほとんど変わりません。キャリアが31戦ある今里、一方の高橋の方は10戦です。キャリアの点では今里が大きく上回っております。4度目の防衛戦、今里はどちらかというとガードをしっかり上げない、なんというか変則的なボクサーなんですが、そうですね、非常にあの勘のボクシングやりますよね、はい、はい、勘がいいですよね、はい、ですからそのガードが下がったところをね、はい、最初はちょっと受けましてね、何度かダウンはしてますけれども ね、 そうですね、まあ、よくあの試合前に、今度のチャレンジャーはちょっと手強いぞということを聞くと、今里はぐっと締めて練習するんですが、ちょっと油断しますとこのガードが下がって、気を抜いた試合をして負けるというようなケースもあります。従いまして9敗という中には油断して負けたというのもいくつかあるようです。今里22勝9敗という戦績です。今日が32戦目。今里いい左ですね、はい、やはりあのリーチがあるんですからね、こういった左を使ってですね、高橋君はね、はい、攻めた方がいいんじゃないですかね。高橋も落ち着いてますね、立ち上がりね。この左が、安倍会長はこの左をじっくり見てくれということをおっしゃってましたが、この左がいいようです。浜田さん、立ち上がり両選手いかがですか、はい、表情は。はい、お互いにいいと思います、はい、それぞれ落ち着いてますか。はい、チャンピオンの今里、左を出しましたが届きません。濃紺のトランクスの高橋直人、白いトランクスが今里、いいです、いい右が入りました、いいね、今里の右、はい、ちょっとオープンだったですかね、でかい音がしたんですけどね、はいはい、しかし早いですね、今のパンチは ね、この右を合わせるとですね、はい、逆にこの高橋君の左が出なくなっちゃうんですね。あ、なるほど、そういった意味ではいいパスだったですよね、はい、はい、おー、いい左ですね、まあ、原田会長はですね、この左をどうしても高橋の左が怖いんで左を殺すようにという指示を出して、その練習を積んでまいりました。今里光雄、あ、この左がいいですね、はい、この左を殺さないと今里としては苦しい展開になりそうです。ちょっとフェイントをかけて左をフックを持っていきましたがダメでした。左いいですね、この左のジャブがなかなかいい高橋直人。第1ラウンド残り20秒を切りました。まあ、高橋という選手は非常にカウンターの上手い選手です。今まで全日本の新人王になった時もカウンター一発で倒しております、まあ、やはりそういったの決めてからってことは強いですね。そうですね、はい、ここで第1ラウンド終了であります。高校席小林さんの採点は10対10のイーブンと出ました。身長はほとんど変わりませんが、
リーチがですね170センチ、高橋、そして今里が162センチ、こんなに違うもんなんですかね、リーチっていうのは ね、本当にありますね、だいぶね、はい、ということは、この高橋の距離というのはちょっと離れて戦えるということで有利ですかね。そういうことですね、はい、ですからその今のところいかにですね、はい、先ほどあのワンランドで放ったあの右ストレートみたいなフックですね、あれをその高橋君の左に合わせてね打てるかどうかですね、なるほど。第1ラウンド放送席の採点は10対10イーブンと出ております。第2ラウンド、おこれは本当に目が離せない試合です。高橋尚人もじっくりと左を出しながら右を狙っています。右のストレートをいつ出すかというタイミングを測っているようであります。左がよく当たっています。いやいい左、ね、高橋尚人、はい、これでリズム乗ってきそうですね、高橋の方が ね、今里左のボディーブロー、距離がいいですね、あの左打つ距離が非常にいいですね、距離がね、はい、はい、10戦10勝負けなしという高橋尚人、都立府中農業時代にはアマチュアで16勝4敗という成績があります。中学時代には野球をやっていました。あのヤクルトスワローズの荒木大輔投手が卒業した近大中学の卒業生であります。あ、これ挑戦者いいですね、今のところね、いいですね、はい、左のフックを返した今里。浜田さん、この高橋の戦いぶりいかがですか。そうですね、本当にフォームしっかりした選手ですね。あ、フォームがしっかりしてる、はい、バランスがいいんですね。なるほど、はい、安倍会長に言わせますと、この高橋尚人選手は非常に、勇気がある選手だということを言ってました。やっぱりボクサーにとってその勇気というのは浜田さん必要な部分ですね。あの試合では一番大事だと思います。一番大事ですか、はい、あ、近い距離です、近い距離、あっと両選手が接近して打ち合います。左四つ、左のジャブを出す高橋尚人、おっと右は空振りです。今里空振り、今里が徐々に自分のペースに持ち込むか、あるいは高橋尚人がこのまま自分のペースに巻き込んでいくか。第2ラウンド、日本バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオン、チャンピオンの左が当たった、左がヒットしました。高橋の顔面を捉えました今里、うん、左、この左が再三にわたっていい感じで今里の顔面を捉えます。このブロックしてますね、よくね、今だとこ、今だとこ高橋君はね、あ、なるほど、みんなの服ですね、はい、今のところ全く互角、やや挑戦者の方が、リズミカルでいいかなという、そうですね、風な、あの左のストレートをね、はい、非常に的確に決めてますよね、さあ第2ラウンドも時間が少なくなってまいりました。あと10秒です。左のフックは空振り、今里がちょっと大振りになっているようです。ここで第2ラウンド終了しました。第2ラウンドは10対9差が出ました。高橋尚人のラウンドになっています。一度西村高春に敗れましてバンタムの王座を明け渡しました。そしてまた改めて取り直して、今日が4回目の防衛戦、通算で8度目ということになります。世界、日本のタイトルマッチはこれで11試合目ということになる。この今里、今里選手はこの試合のためにスパーリングを畑中清選手、これは2月の23日ジュニアバンタム級のチャンピオン、ワールドスポーツの丸尾忠選手に挑戦する畑中選手と20ラウンド消化してまいりました。したがって非常にいい練習になったと原田会長も満足そうに話していました。今里、まあ、今里は非常に空手が好きな選手ということで、ガードを高く上げるとなかなか手が出ないんですよという話をしていました。まあ、それは言いますけれどもね、はい、ただちょっとやはり相手のパンチが来た時にですね、はい、ブロックしないね、ガードをしっかりしないと危ないですね、はい、このラウンドからちょっと大振りになってきましたが右当たった高橋尚人の右、ちょっとね、はい、やっぱりガードが悪いですね、チャンピオン、悪いですか、はい、まあ、浜田さんね、はい、世界チャンピオンになりますともうやっぱりガードというその守りという点では随分神経使ってもね、そうですね、はい、使い切ることはありませんよね、はい、そうですね、打たすだけ損ですから、あ、やっぱりね、はい、いくらガードの上からでも打たすだけ損だと思いますから、はい、そういう意味ではちょっとガードのことをもう少し考えてほしいなという気がしますね、チャンピオンには、そうですね、
今井さん、青コーナーですがね、はい、その左のガード下がるところね、青コーナーではね、右のストレート、これを狙っていけと。なるほど、これはもう安倍会長の作戦通りと言えましょう。この辺の力のあるパンチの応酬ですが、高橋尚人の方はそれほど今のところ来ているというのはありません。今里の方がだいぶ顔面に受けています。そうですね、特にあの左を受けてますね、はい、今井さん、はい、赤コーナーの原田会長はやはりその点ですね、うんうん、左をちょっと食いすぎるなということなんですね。あ、ただあの今里サイドとしましてはね、はい、相手が打ってくればそれがまたチャンスになるわけですからね。あ、打ち合いになればね、はい、安倍会長は、とにかく打ち合いになってしまえば今里の壺にはまってしまうようなもんですから、打ち合いにはなかなか行きませんよという手の内を明かしてくれました。右のボディ、ボディフック、ノーガードでどんどん打っていきます。チャンピオンの今里、白いトランクス、画面の左側、白いトランクスがチャンピオンの今里光雄、東亜ファイティング所属。今のトランクス、今度は左に変わりました。高橋尚人、阿部ジム、19歳です。今日が11戦目。しかしね、よく冷静に見てますよね、はい、高橋君ね、こんなに落ち着いて仕上げできるもんなんですかね。本当ですね、大したもんですね。いや、驚きますね、はい、ですからよく見えるんですね、パンチがね、チャンピオンのね。あ、それとやっぱりチャンピオンちょっと振りが大きいですよね。そうですね、もうすぐフエントとかね、はい、おー、あ、見当たった、見当たったぞ、ちょっと引いたが、よし、引いた、見当たった、ダウンが取らない、ぞ、さあ、引いてる。ここで第3ラウンド終了です。これは小林さん、10対8とつけました、はい、10対8、高橋尚人のラウンドでやりますというような感じのパンチでしたがね。いや、しかし良かったです ね、 ね、はい、この後ね、はい、どれくらいチャンピオンが、ね、回復してるかですね、はい、ラウンド負けだったですからね。そうですね、はい、さあ第4ラウンド、場内がガゼン盛り上がってまいりました。チャンピオンの方もこれは手強いぞというのを改めて感じたに違いありません。挑戦者の方はよし、これはいけるぞという気持ちになったか。ただここで決めちゃいけないですね、高橋君もね。そうですか、はい、今までのペースを守らなきゃいけませんね。そういうことですね、はい。今のトランクスの挑戦者の高橋尚人、19歳。いや、19歳ね、見えない落ち着きようですね、はい、これはもう10回戦も初めてなら、まあ、タイトル挑戦も初めて、A 級賞金トーナメントに優勝して最優秀選手に選ばれました高橋尚人、その時100万円を獲得しております。さあ、このチャンピオンもね、はい、非常に打たれたって意外と強い面がありますからね。そうですね、はい、ですから今後の展開というのがちょっと予想しづらいんですけどね、そうですね。あ、これもいいスピードのあるパンチです。高橋尚人、左右を顔面にヒットさせました。チャンピオンの今里、ロープを背にするチャレンジャーの高橋、118ポンドちょうどで昨日の計量をパスした今里、一方の高橋尚人の方は117ポンド 53.0 53キロちょうどでパスしております。リミットが118ポンド 53.5 キロです。500グラムほど軽く体作りをしてきました高橋尚人、いい、ね、軽快にこの左そして右と、高橋のペースで今のところ試合が進んでいると言っていいでしょう。そうですね、このチャンピオンがですね、はい、やはりあの上下のあれがないですね、上を打とう上を打とうっていう感じでね、あ、顔ばかり狙ってますか。そうですね、そうするとね、自分の顔分かっちゃうわけですよね。あ、なるほど、これはやっぱり打ち分けなきゃいけないわけですね。そういうことですね、うん、左です、左がいい感じで当たります。まあ、浜田さんね、はい、チャンピオンともなればいろんなタイプの選手 とやらなきゃいけないわけですが、はい、今日のこの今里の気持ちになった場合にこういう相手ってのはどうしたらいいんですかね、この後。まあ、自分とすればまずリズムを狂わしたいですね、相手のね、はい、はだから今自分は一発でダメージを相手に与えようと思ってると思うんですけど、ボディから攻めていって相手の動きを止めたら、はい、顔面にどんなパンチでもいいから打ちたいですね。あ、なるほど、まあ、したがって小林さんおっしゃるように、はい、顔ばっかり狙わないで、ね、ボディも狙っていくということで、はい、相手のリズムを崩していけばなんとか突破口があると。そうですね、やはり高橋君って非常にね、はい、リズム感がありますよね。ありますね。ですからこのやっぱりリズムを崩さないことにはね、はい、ちゃんと中に入れないと思うんですよ、はい、第3ラウンドにはチャンピオンがグランプするような場面、高橋尚人がいい感じで現在のところ採点をリードしている放送席であります。
右を振った左、チャンピオンの左を出します。左のフックは空振り、左のジャブで、ここで第4ラウンド終了のゴングであります。このラウンドも放送席は10対9、高橋直人が取っております。高橋直人、背中を見せているのが安倍会長です。安倍会長は明治44年の1月1日生まれ、76歳。小林さん、76歳に見えませんね、この安倍会長は。若いですね、しかし、若いですね。1日10キロの散歩と、それから大きな声を出すこと、これが健康の秘訣だそうですけどね。まあ、やはり安倍ジムに伺いますと、大きなその会長の声がジム全体にビンビン響き渡っているという、それでムードを作り出しているというのが安倍ジム。新鋭の高橋直人、その安倍会長に育てられまして、今日は初のタイトル挑戦であります。今のところ放送席の採点、小林博さんの採点では、今里を圧倒しております。チャンピオンを圧倒している高橋、直人。このね、今チャンピオン見てますとね、はい、不遠投とかそういったものはちょっとないですね。相手をおびき出すとかね、はい、打つぞっていうのは態度を見せてですね、決めるとかね、はい、ただいきなりしまいますからパンチが大きくなっちゃうんですね。あ、単純すぎるわけですね。そういうことですね。それでよく高橋ね、見てますからね、はい、外されたんですね。左ジャブからの右ストレート、そして左フックも練習していました高橋直人。ミナッパー、ミナッパー、ミニストレート、ミナッパーからミニストレート。さあどうするか、この後どうするか、チャレンジャーの高橋、今のと劣勢だ。チャンピオンピンチ、チャンピオン、おー、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウンであります。チャンピオンの今のと8カウントを突き出した。さあこの後フィニッシュはどうするか、高橋アウト、アッパーからストレート、なかなかいいコントロールを受けた高橋。さあフィニッシュまで持っていけるか。第5ラウンド、まだ時間はたっぷりある。チャンピオンも、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも必死だ。白いパンツの今里、新チャンピオン誕生なるか。さあどうする、高橋直人、チャンピオンも、チャンピオンも返しますが、ちょっと疲れてきたか、チャンピオン疲れたか。まだ時間は十分にあります。高橋のいいパンチだ、いい感じですね。チャンピオンがちょっと手が出なくなった、手が出なくなった、手が出なくなったぞ。ワン、ツー、スリー、チャンピオンも返す、チャンピオンも返す、左が当たりました。高橋の左がヒットしています。あー、ここに当たった、アゴに当たった、左が顎を捉えた、左右もらえた、左右もらえた、ロープを潰した、チャンピオンピン、チャンピオンピン。さあどうする、高橋だ、高橋だ、高橋だ、ダウン、ダウン、左でダウンです。思わず尻から落ちました、今だと。全戦全勝で新チャンピオン誕生です。高橋直人、高橋直人新チャンピオン、戦後42代目の新チャンピオンです。安倍ジムとしてはバンタムでは2人目のチャンピオン、その高木英吾さんが今祝福にかけてきました。高橋直人が見事に熊里を下しました。素晴らしい攻めを見せました高橋直人。認定賞の今朗読が行われておりますが、小林さん、はい、それにしてもすごい試合でしたね。いや、ただね、ただ単にその若さとかそんなもんじゃないですね、はい、非常に素晴らしいものを持ってますね、もう高橋君はね。日本テレビ運動部森田プロデューサーから今トロフィーが渡されるところであります。もうすごい祝福で大変な、祝福にあっております。敗れました今里は本当に残念だという表情であります。ノックアウトタイムは2分31秒、1秒5ラウンド2分31秒が正式なノックアウトタイムであります。5ラウンド2分31秒が正式なノックアウトタイムでした。見事な新チャンピオンの誕生であります。高橋直人、阿部ジム新チャンピオン、それでは喜びの声を山下アナウンサー聞いてください。はい、それでは新チャンピオンに輝きました高橋選手です。おめでとうございます。それから阿部会長も一緒に来てもらいましたけれども、いやしかし素晴らしいノックアウトでした。どうですか今の気持ちは。
打ち合いやっちゃったからあんまり良くないもっと足使いたかった。1回3ラウンドでね、あわやダウンかなというね、見事なパンチ打ってましたよね。はい、右ですね。あのパンチでかなりこれ効いたなって感じありました、会長。いや、それよりかレフト、レフトが効いてる、ね、で、このラウンドはですね、とにかく右でね、あれチャンスを作って1回ダウンさせて、あそこでかなりこのラウンドいけるという感じありました。はい、いけると思ったけど、ここでラッシュしてスタミナ配分考えてたから。先輩ですしね、なかなかベテランですから、そうはたやすくね、まだ高橋みたいな鼓動のね、鼓動の言う通りになってくれないですよ、ね、今日はまあ幸運でした。安倍会長、今幸運でしたという、しかしやっぱりこれ実力がなければね、もちろんチャンピオンになりませんしね、この強い今田選手を破ってのチャンピオンですからね、やはり価値があると思うんですよね。ありがとうございます。どうも、応援してくださった皆さんのおかげです。ありがとうございました。どうもおめでとうございました。新チャンピオンの高橋選手でした。大変その受け答えもですね、小林さん。いや、しっかりしますね。若者らしく、そしてしっかりとして。はきはきしますね。今、安倍会長がね、はい、インタビューの中にも加わってもらいましたけれども、はい、この力強い声ね、やっぱり左だよと、はい、ね、迫力ある声が聞かれましたが。確かにね、始まって、その左のストレートがね、はい、ジャブじゃないんですね。はい、非常にストレートがよく決まってたんです。うん。